も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めよう。今回のテーマソングはドン、セロリー。山崎まさよしさん、スマップも歌ってました。このね爽やかソング、このウクレレにぴったり、思いっきり歌っていきましょう。実はこの曲4年前2017年に1回ガズレレ YouTube チャンネルで取り上げていますが、今回さらに分かりやすく、さらにかっこよく、さらに簡単に2021年版改訂版でやってみようと思います。はい、いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョンなんですけど、2つだけちょっと今日ね、見慣れないコード、もう最初にやっちゃおう。これ C メジャー7と F7、 この2つ見て、超簡単ですから、なんとかこれ押さえて頑張っていきましょう。はい、で後半はですね、かっこいいバージョン、これはちょっと難しいです。今日のかっこいいバージョンはね、かなり来てますよ。16ビートの車とかカッティングとか、なかなかの技が登場なんですけど、はい、2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽ね、聞くの最高ですけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいてるガズレレ YouTube チャンネルでですね、今まで音楽やってみたいなと思ったけど、私は不器用なんで諦めましたとか、一回楽器ギターとかチャレンジしてみたんですけど、もうとても無理でという、そこの皆さん、あなた、そのような方がね、あっという間にウクレレで弾いて歌える、弾き語り、ウクレレで弾き語りができるプログラムがございます、このガズレレには。はい、でこのプログラムを見て、今もう全世界中の方がもう何万人もウクレレで音楽楽しんでおられます。皆さんも始めましょう。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画を見ながらウクレレ触ってるだけで本当にすぐできますからね。皆さんここですよ、行ってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃくちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画、すでに1500曲以上もアップロードされております。皆さんこれから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。はい、それではシンプル簡単バージョンからやってみようと思いますけど、この2つのコードね、ちょっと慌てずに、ちょっと後で解説もしますけどね、出てきますんでやってみましょう。シンプル簡単バージョンやってみます。1、2、3。育ってきた環境が違うから、好き嫌いは否めない。夏がダメだったり、セロリが好きだったりするのもね。ましてや違いはしょうがない。妥協してみたり、奥を求めたりなっちゃうね。何がきっかけで、どんなタイミングで二人は出会ったんだろう。せない時とか、心もとない夜、できるだけ一緒にいたいのさ。頑張ってみるよ、やれるだけ頑張ってみてよ。少しだけなんだかんだ言っても、つまりは単純に君のこと好きなのさ。頑張ってみるよ、やれるだけ頑張ってみてよ。少しだけなんだかんだ言っても、つまりは単純に君のこと好きなのさ。ガズレリールシンプル簡単バージョンやってみました。この何とも言えないほっこり感、なんかこうハッピーになる、ウキウキ気分になる、ほんとね、
いい感じ。ウクレレにね、これぴったりだと思いますね。で、今のはですね、もちろんガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンになっております。フルでやってみたいなと思った方はですね、こう歌詞を書き足して、フルコーラスの楽、作っちゃってください。で、最後のラップのところはですね、皆さんも頑張ってあのラップ覚えてやってみてくださいね。もしやりたい方は、はい。で、今のね、シンプル簡単バージョン、ガズレレ YouTube と一緒にね、こう、合わせられて歌えたという方、その次のステップがありますよ。その次はね、YouTube と合わせるんじゃなくて、皆さん、お一人で、やってみる。これが結構もう有用ですから、ぜひお一人でどんどんやってみてください。その時はね、最初のうちやっぱりね、楽譜とか見ながらやる、いずれ覚えてもらいたいけど、最初のうち楽譜でちょっと慣れた方がいいと思うんですけど、じゃあ楽譜どうしようってことになると思うんですが、今ね、歌ったガズ、これセロリね、今このノートを見ながら、ガズが手書きで書いたノートなんですけど、演奏したんですよ。で、もうちょっとしたらこの先ね、今こうやって画面に映して、こんな風にメモったらいかがでしょうということで、シェアしようと思うんですけど、ただいまこのサービス始まってますよ、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かと言いますと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のセロリを含む今までガズが書き溜めて取り溜めてきた YouTube で取り溜めて書き溜めてきたこのノート楽譜から皆さんがやってみたいなという曲5曲お選びいただいてですね、ダウンロードしてもすぐ練習できるよという画期的なサービス、もうね、ものすごい曲数あるんでね、もうすぐにダウンロードできるというね、これがいいところでございます。もうメンバー900人オーバーでもうかなり盛り上がっております。そしてね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもいっぱいコンテンツがあります。まずですね、アプリがあるんですよ。ガズクラブのアプリすごいでしょ。その中で楽譜の管理だとかいろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして、はい。それとあとはね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがめちゃくちゃ盛り上げます。次回のガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信の日程はこんな感じになっております。世界中からバーッと同じ時間同じ場所のオンラインで集まって大セッション、こんなのやったり、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信してます。ラジオ配信毎朝7時ですよ。で、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所を3カ所くらいあったり、どんな質問にもそこではガズが答えてますんで、この面白いクラブ活動ぜひチェックしておいてください。そしてですね、あともう一個これがあります。ドン、ガズレレ大学。こっちはですね、もうちょっとこう深掘りして、いろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね、YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。で、これはですね、ガズクラブはみんなで楽しんでこうワイワイやろう。で、ガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね、こういうふうに分かれております。この二つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にね、リンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。それでは楽譜を見てまいりましょう。セロリー、はい、2021年改訂版ですね。山崎雅也さん、スマップも歌われてました。これはいい曲なんですよ。これ映していきます。はい、さっきもちょっと言ったんです。この C メジャー7と F7 というコードが出てくるんですけど、ね、これ簡単なんで後でちょっと説明します。今はちょっとひとまずこれメモっていただきたいんですけど、いつもの説明でこの下にくるっとこうなってるのはかっこいいバージョンで使うコードなんで、かっこいいバージョンは結構コードがねどんどん動いていくということがわかると思います。今のはシンプル簡単バージョン、上の段をやりました。今こうやって映していくんで、一時停止してメモっていただくか、動画のテロップを一時停止していただくか、あとはそのガズクラブでこの楽譜そのものをダウンロードしていただくのもすごくいいと思いますよ。ちょっとこの曲ね、かっこいいならではので、ことがあるんですけど、やっぱ歌のリズムの乗せ方とかなかなかこれね、難しいですよ。相当聞き込んでね、このタイミングを測ってください。このガズはね、この点、上についてるの分かりますかね。これでリズムを測ってるんですよね。これもすごい参考になると思いますね。はい。さーっと映していくんでメモっていってください。B メロもこんな感じで結構いろいろ、ね、コードもこんな風に展開していきますね。はい。はい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 。こんな感じで。はい、こんな感じで。どんどんいってます。ここサビなんですけど、ここなんかいろいろ書いたら、これ後の後半のかっこいいバージョンでしっかり説明していきます。はい。で、構成なんですけど、A メロから B メロってサビやったら、間奏入ります。そしてもう一回ここ見て、はい、サビに戻るよーということで、サビやって終わったというのが今シンプル簡単バージョンなんですけど、後半のかっこいいバージョンでは、もう一回最後にこの間奏と同じことをやって終わろうかな。ちょっとだけロングバージョン、本当にね、気持ちロングバージョンということで、やってみようと思います。それではコード見ていきましょう。先ほどから何回も言っているこの C メジャー7と読むんですね。この大きい A、大文字の M はメジャーですね。C メジャー7とこのね、F7、この緑で今囲ってるやつが今日出てくるスペシャルコードで、最初にこの2個説明しちゃおうかな。まずですね、はい、これ C メジャー7。超簡単。ここ1個だけ。1弦の2フレット。これが、あーかっこいい。この響きがですね、このセロリにはもう欠かせないんですよ。これ、簡単だから押さえていきましょう。はい、もう1個はね、F7。これ1箇所出てくるんですけど、後半のかっこいいバージョンでもこれ結構出てきます。F7 っていうのはまずね、F を押さえてください。F。こことここでしょ？ F ってここ、入門コードね。そこに、
ここを足す3弦の3フレット、こんな感じ。ちょっと不思議な響きですけど、はい、これガズレレ流の F7 です。本当のね、正しい正解と言われている F7 はもう一個ここに C のところを加えた方がいいですよってことになってるんですけど、ガズレレではですね、これが F7、 こっちの方が簡単だし、これ響きこれでもバッチリですね。これ F7 を使っていきましょう。はい。そして、他のコードね、今日出てくる他のコードもう一回移します。 A7 と F と Dm と D7 と G7、 はい。で、この赤く囲っているところが後半のかっこいいバージョンで出てくるコードなんですけど、 Em7 とこの Fm が出てきますが、ちょっとややこしいんですけど、このじゃあ緑は今さっき説明した2つでしょ。で、Fm っていうのは後半のかっこいいバージョンで出てきて、で、この Em7 もかっこいいバージョンでしか出てこないんですけど、ここに今映ってる緑ではないコード、ややこしいな。A7 と F と Dm と D7 と G7 と Em7 というコードは、これね、ガズレレではもうめちゃくちゃ入門コードのグループのこれなんです。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードというのは何かというと、ウクレレで音楽始めたいなと思ってる方に一番最初に覚えてもらいたい、ウクレレ入門コードのグループの名前でございます。このグループっていうのはね、10個コードがあるんですよ。10個もと思うかもしれないんですけど、これ入門コードですから、押さえるの1個ずつ見たら超簡単なコードばっかり。なんだけど、やっぱりね、いきなり10個いっぺんに覚えようと思うと、あ、何が何だか分かんなくてごちゃごちゃになっちゃうんで、私がめちゃくちゃ分かりやすく解説してる動画、ここに貼っておきましょう。この動画見たらもう、あっという間にコードを覚えられるんで、今日はひとまずね、この10個はね、遅かれ早かれ覚えてもらうのがいいと思います。これご紹介しておきます。はい。じゃあ、ここからですね、かっこいいバージョンに入ってまいるんですけど、まず、皆さん、この曲ですね、4つ弾きで、まず歌ってください。歌ってください。なぜかというと、この曲、めちゃくちゃ言葉のタイミングとメロディー、難しいというか、かっこいいというか、なんとも言えない、この、山崎正義さんの曲っていうのはね、もうやっぱ一筋縄ではいかないですよ。そこはかっこいいっていうところがあるんでね、ぜひぜひこれ歌をまずね、もうほんとしっかりこう、掴み取ってから、かっこいいバージョンに入っていきましょうね。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。まず、かっこいいバージョンでは、コードが追加されます。さっきも言ったんですけど、Em7 が出てくるんですけど、まあ入門コードなんで、まあ省略するとして、Fm、これがね、出てくるんですよ。Fm っていうのはちょっとね、初心者の方は押さえづらいコード。押さえる場所、ここの3つだ。こんな感じで押さえるのが、教科書通りの押さえ方。はい。なんですけど、ガズさんはこの人差し指で押さえてるここのところを親指で上からガシッと押さえちゃいます。これでもね、全然どっちでもいいと思うんで、押さえやすいなと思う方やってみてください。どっちにしろ押さえづらいんでね。はい。で、親指使う人は手首をこう上に持ってくるイメージがいいです。上にね。で、人差し指で押さえたい人は逆に下に下げる。こんな感じでちょっと F7 いい感じでできる方を取り入れて弾いていきましょう。じゃあ、今日のね、もう一番テーマになるのはですね、リズムなんですよ。この今日のリズムはなかなかもう最高レベルですね。はい、一応、紹介するとこうなります。ドン !16 ビートのチャとカッティング。あとサビでですね、3連のね、16ビートのカッティングのフレーズが出てくるということで、ちょっと、ご紹介したいんですけど、まあ、一応これ今出てるやつ、弾き方解説動画、もうすでにアップロードされています。ここのリンク先行ってみてください。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から、16ビートのチャ、カッティング、で、余裕が出てきた方は、3連の16ビートというのがありますので、ちょっとそれもすごく参考になります。その濃厚解説動画なんでね、まあじっくり見ていただきたいんですけど、これはね、その動画内でも言ってますけど、すぐにはできないです。まず基本となる8ビートというリズムから、こう、だんだん階段を登るようにして、リズムを自分の体の中に落とし込んでいくということでございまして、もういきなりできる人はもういませんのでね、じっくりこのね、取り組んで、いってほしいんですけど、しかも今回このカッティングが入ったっていうのがキーポイントで、ゆったりしている曲でしょ、この曲って。で、しかもですね、シャッフルのリズム。シャッフルのリズムっていうのは跳ねてるんですよね、リズムが。普通のリズムって、ワン、ツー、スリー、フォーでしょ？シャッフルのリズムって、タッ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 、カッカッカッ、これ、ルンルン気分になっちゃうみたいなやつ。それでですね、じゃあちょっと弾いてみますよ。あと、いきなり最初のところね、コードもね、だいぶ増えてきてますからね、これもね、ご注目なんですけど、ゆっくりやっても難しいです。ワン、ツー、スリー、フォー、だってきた環境おかしなおから、嫌いは否めない。こんな感じでやりたいんですよね。でもかっこいいでしょ。ダンス、パツパツパツ。このカッティングを入れながら16ビートのチャ、しかもシャッフル。このファンキーな感じ、これがね、もうたまんなく難しいやつなんですけど、まずちょっと C メジャー7を押さえて、ゆっくりイメージトレーニングしてみましょう。ちょっとやってみますね。1、2、3、4。
な感じで、できるようになるといいんですけども、手首を柔らかく使って左手カッティング。このムニ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 、このカッティングがもうね、すごいね、なかなかのもんでございまして、もうこれはですね、もうすぐにはできるものではないんですけど、こんなようなイメージでできるようになるのが、まあいいかと思う。まあちょっとじっくり時間かけてやってください。で、前編こんな感じのリズムで、こう緩い感じ。ちょっとこの曲ってね、なんていうのかな、ボサノバっぽいっていうか、なんかラテンっぽいっていうか、普通のロックのリズムとちょっと感じが違うんですよね。南米系のこのビート感というか、あとはなんていうのか、スペインっぽいっていうか、なんかいろんな感じのなんかね、ワールドミュージックみたいな要素を感じるんですけど、サビでちょっとこれやりたい。これは相当難しいですけど、いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。うーん、頑張ってみてよ。ダッツ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 。うーん、頑張ってみてよ。いや、少しだけ、なんだかんだ言っても、ダッツダッツダッツ。これ、ダッツダッツ。これがね、かっこいいんです。こんな感じ。これ、ラテンな感じですよね、これね。このサビのリズムは、3連の16ビートのチャの応用なんですよ。3連の16ビートでご紹介してるやつは、ダダ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 ダ。こんなようなのをガズレレ YouTube チャンネルの3連の16ビートというところでご紹介してるんですけど、今回は、もっとシンプルに、タトとタトとタト、タトとタトとタ。こんな感じですね。丸は引く。バツはカッティングだと思っておいてください。ダツツタツツタツタツツタツツタ。わかる？タツツタツツタ。丸バツバツ、丸バツバツ、丸バツバツ、丸バツバツ。これ、1、2、3、1、2、3って、このね、これが3連なんですよ。ダトとダトとタト。1、2、3、1、2、3、ダダ、1、2、3、1、2、3。まあ、こんな風にガズレレでは表記してますけど、タツタツタ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 。このラテンな感じ。カッティング。で、僕の体の動き見ておいてください。こういうノリだと、結構かっこいいと思うんですけど、これがまた難しい。やってみたら分かるけど。せーの。頑張ってみるよ。やれんだけ。頑張ってみるよ。タッツ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 。これもまた悶絶難しいんですけど、今度ね、だから今日はすごくまあリズムがちょっとね、こんな感じでまあ難しい、ワールドミュージックっぽいね、ビートになってるんで、まずはそのパートごとのリズムを練習するのがいいと思います。前半のところは、タンナクタカツタスタスカタカツクタンナクタカツタスタスカタカツ。こんな感じで練習してもらって、サビでは、この二つの使い分け。これは今日は悶絶レベルでリズム難しいんですけど、じっくりね、こう分析しながら取り組んでやってみてください。この曲は今みたいな感じで、それをね、こうガチャ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 ならないように柔らかくやるっていうのが結構キーポイントで、なんで力はいらないですよ。本当にね、これ優しく弾くのがキーポイントになると思うんですけど、ちょっとね、決めというか、サビに行く前にちょっと盛り上げる感じでやってみようと思います。要は B メロの最後、やるせない時とかからやってみましょう。ワン。せない時とか心もとないよ、できるだけ一緒にタタ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 タッタッタ。この G7 でタタタタタタタみたいな感じで、でこうザーッと言ってからサビにタッ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 タに入っていこうかなというような感じです。はい。でこれ同じようなのが一回、そのサビ一回終わった後の感想が入るんですけど、感想の一番最後でもその決めをやって、またもう一回サビに戻るという、そういう構成にしてまいりたいと思います。あともう一箇所、決めが入ってきます。サビの一番最後のとこで、言葉で言うと、つまりは単純に君のこと。このあたりなんですけど、ここでですね、このマーク見てください。これ矢印マークはリズムが前にズコーンと食い込んでくるよということで、ガズレレ独自の表記なんですけど、シンコペーションだよということなんですけど、どんな感じか、ちょっとサビの後半やってみましょう。少しだけ、なんだかんだ言って、つまりは単純に君のこと好きなのさ。こんな感じ。今ちょっとゆっくりやってみたんですけど、単純に君のこと、単純に君のこと、はい、ダンダダンダンダダンという感じね。ちょっと面白い決めですよね。シンコペーションが入ったような、でちょっとこうな長いというかね、伸ばす感じの決めですね。もう一回、せーの、単純に君のこと、は
で、G7 でもだったという感じで、これ、決めが入っていきます。はい。ここね、結構大事なとこなんで、決めていきましょう。この曲はだから、すごくね、こう、16ビートとか、そのカッティングとか入って、なんかこう、角がとんがったイメージになりがちなんですけど、いやいや、そこは丸くね、ほんとこう、とろっとした感じの16ビート、ここのね、まずね、この、イメージが結構大事なんですよ。こう、キレッキレのとんがったイメージでやっちゃうと、この曲全体がね、とんがっちゃってね、まあ、これはもうセロリっていう曲はもうほんとほっこり癒し系ですから、どっちかというと、そのムードをね、もう忘れないようにして、もう柔らかくね、やるのがキーポイントだと思います。そしてもちろんね、この歌詞の内容も読み込んでいただいて、このね、このリズムとか、この曲のメロディーとか、このちょっと不思議なね、独特のこの世界観なんですけど、これがこう混ざったところがこのセロリの、なんかほっこり世界観なんで、もう全体をこう包み込むように、丸いイメージですよ。はい。やってみましょう。それではセロリガズレレ流かっこいい場所、ちょっとリズム難しいけどやってみる。 1,2,3 育ってきた関東が違うから、好き嫌いは否めない、夏がダメだったりセロリが好きだったりするね。ましてこのね、ふんわり感、体をこう、なるべくね、こう、ゆったり大きい、リズムでこう、体ごと乗っていくと、柔らかい感じが出るんじゃないかなと思って、こう、硬くならないようなイメージでできるように、ちょっと自分の演奏をね、ちょっとやってみたら、撮ってみたりするのもいいかもしれないですよ。はい。とにかく柔らかく、楽しく、ウクレレにぴったりの曲、演奏していきましょう。さあ、皆さん、音楽、この自分の手で奏でるっていうのはもう最高ですよね。今度ね、ぜひこの楽しさ、周りの方にもぜひお伝えください。その時にですね、今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用いただければなというふうに思います。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして皆さん、新しいガズルの本が、ガズレレの本が出版されます。ガズレシピ。これね、ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で、表示されてた楽譜が、そのまま本になりました。ちょっとこれね、もうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン、両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですね。ちょっとご確認いただきたいんですけど、ここに、紹介してる動画貼っときますんで、ぜひご覧になってください。そしてね、今回新たに G プレイスという新しい取り組みを始めております。これ飲食店さんだったり、宿泊施設だったり、もうあらゆる小売店さんまに、ちょっとご注目なんですけど、このガズの初めてウクレレや、わがままウクレレを試奏できる場所としてとか、販売していただける場所という、もう人が集まる憩いの場所ということもあり、で、このガズレレにでも少しできる、なんかこう、社会貢献というか、その売り上げもね、そういうところに還元できればいいなというふうに思って、新しく始めてるサービスなんですけど、ちょっとそのご案内も、概要欄貼ってますんで、ぜひご覧になってください。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブ
とガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでねアプリがあったりするんですよ。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる、これもねすごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにねいつもつけてるこの水引きだとか、このストラップキャップだとか T シャツとか山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、あのホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとね、これです。はい、ドーン、リットミュージック社から出てるこのね信号機みたいな赤青黄色みたいなこのね楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでねまあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単でわかりやすいですね。しかも100曲入り、50曲入りというね、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。